エジソン円筒型レコード老管。音を録音して再生するためのもので、1896年から1915年に最も広く普及しました。円筒型は量産ができなかったため、円盤型のレコードに切り替わっていきました。大正から昭和初め頃、当時は高価な贅沢品でしたが、現在と比べ娯楽が少なかった時代において、家族で蓄音機を囲み音楽を聴いて団らんを過ごすなど、人々の貴重な楽しみの道具として親しまれていたようです。偉大な発明王エジソン、三大発明と言われるその一つが蓄音機です。1877年、トーマス・エジソンが世界で初めて蓄音機による録音再生の実験を成功させた日だそうですが、実はその20年前、1857年にフランスのマルタンビルという人によって音を録音する装置は発明されていたのですが、残念なことに再生することができなかったようです。また蓄音機の誕生と奇跡において外せないのが、アメリカの発明家エミール・ベルリナーです。世界初の実用的電話の発明で有名なアレクサンダー・グラハム・ベルの会社で技師として働く傍ら、蓄音機開発において生涯にわたってエジソンと競った人物です。ベルリナーは針の振動を90度回転させて、音の振動を横振動に変換してディスクに刻むというエジソンとは別の方式を取り入れ、30年近くエジソンの円筒型蓄音機と熾烈な競争となりましたが、最終的には後に日本でも広く普及することとなった円盤型のベルリナーの方式が勝利を収めました。Thank you.